泣いた春田中佐も。リーンさん、アガサさんも。この声、アルフィン殿下ですね。ティータも一緒か。私たちのことは安心するがいい。こちらで丁重に保護させていただいている。うむ、あくまで要塞の客人としてな。最上階の司令室にて待つ。解放したくばここまでたどり着き、己の手で勝ち取ってみせよ。ただし、我ら第四機甲士団の本拠地、不本意だが人形兵器も紹介させている。乗り越えたくば、君たちの全身全霊をもって挑むことだ。上等じゃねえか。必ずや乗り越えてみせます。待っていて、父さん、ナイトハルトさんも。私たちも負けません。うん、絶対に。楽しみにしているぞ、我が息子。そしてトールズ七組よ。気をつけてください。どうか女神の加護を。ドレックノール要塞の攻略を開始する。頼んだよみんな。はい。せいはっ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 。容赦しない。
行くぜ。任せるがよい。僕の番だな。行くぞ。参る。行くぞ。行くぜ。相手が悪かったな。まだまだこれからだ。やったね。この程度、恐るるに足らぬ。ぶちかまそう。クリムゾンブレイク。
さすが帝国軍最強の師団兵というか、一人一人の練度は僕たちの完全に上だ。行くぞ。私の番だな。逃さぬ。ヘイヤー。行くぞ。下がれ。今だ。俺の番だな。下がれ。任せるがよい。行くぜ。顔を洗って出直してきな。みんな、準備はいいか？下がれ。任せるがよい。砕け散れ。行くぜ。やっぱりラウラは頼りになるな。力になれたなら幸いだ。よし、掴んだ。まだまだこれから。各種ステータス。ま、こんなもんだ。なるほど、これは狭いな。
宝発見。俺の番だな。任せるがよい。
強烈だ。後期もらった。咀嚼な深く参る。下がれ。今だ。気合い出せ。よし。行くぜ。チェンジだ。牽制すんぜ。そこだ。深く任せるがよい。トン後期もらった。はあ。行くぜ。おう。参る。行くぜ。そら、そこだ。任せるがよい。咀嚼な。我が剣にかけて悪は許さぬ。よし、掴んだ。ま、こんなもんだ。やったな。各種ステータス、あ、よし、やった。まだまだこれから。バッチリ決まったな、リン。ああ、クロウのおかげでな。やったね。まだまだこれから。いつでも行ける。しかし、赤毛のクレイグか。モルガンのじいさん以上かもな。モルガン将軍、王国軍の縮小でしたか。ああ、合力無双の王の槍の使い手と聞いてるな。学院長みたいな人が他にもいるんだね。
こまでだ。ディーン、7組も。愛の騎士バリバール、悪魔で抵抗するのか、リーン。ならここで引導を渡してやる。そうはさせるか。目を覚ましてくれ。
僕の番だね。やっ、そこだ、行くぞ。将軍たちの気持ちが痛いほどわかるな。うん、似たようなことが全ての師団で起こってるなら確かにたまったものじゃないですよね。せや、速攻で決める。届け先行陣交流。
壮烈弾崩したぞ。もらった。とどめ。行くぜ。裁きを。よし。甘いぜ。よし。俺の番だな。行くぜ。私の番だな。俺の番だな。私の番だな。およ。そこだ。時間がねえ。次行くぞ。油断するなよ。そこだ。行くぞ。壮烈だ。俺の番だな。お返しだ。任せるがよい。は？行くぞ。俺の番だな。ブシカバット、クリムゾンブレイク、行くぜ。そこだ。チャンスだ。スキリ。俺の番だな。行くぞ。砕け散れ。参る。下がる。行くぜ。行くぜ。そこだ。ま、相手が悪かったな。各種ステータスアップです。よし、やったわ。生き返るな。なんでこんなとこ。俺の番だな。よし、任せるがよい。参る。
つでもいける。はっ、一気に蹴散らすぞ。そうだ、私の番だな。壮烈だ。後期もらった。行くぞ。せい、俺の番だな。行くぞ。はっ、負けられない。みんせいせい、はっ、そこだ。リバータイムだ。押し切るぞ。砕け散れ。俺の番だな。下がる。崩れた。隙ありだぜ。およ、俺の番だな。引くんだ。行くぜ。そこだ。私の番だ。我が剣にかけて悪は許さぬ。よし、掴ん、ま、こんなもんやばい相手だ。気合を入れろ。届け先行陣。交流チェンジだ。噛むぜ。そうだ、よし。行くぞ。うなれ、うおー、螺旋撃。任せるがよい。砕け散れ。行くぜ。俺の番だな。俺の番だな。任せるがよい。およ。行くぜ。そうだ、行くぜ。死ん、あれで
俺の番だな。チャンスだ。行くぜ。チャンスだ。終わりだ。うまくいったか。ま、こんなもんだろう。第四の紋章、もしかしてあそこか。目的地みてえだな。ティータ、すぐに行くぞ。まるでスパイだな。強敵発見、警戒してください。はっ、手強いぞ。気をつけろ。任せるがよい。砕け散れ。行くぞ。この野郎。
俺の番だな。チェンジだ、かぶせ。チェンジだ、牽制すんで。さあ崩れたな。左マイル下げ。俺の番だな。任せるがよい。そう。お返しだ。行くぜ。任せるがよい。そう。お返しだ。ま、待っていたぞ父さん。中佐もアルフィン殿下。ティータ無事か。リーンさん、皆さんも、やっとやっと会えた。本当にお久しぶりです。ご心配をおかけしました。私たちは平気です。アガットさんは？見ての通りだったろ。感謝します。将軍、中佐も、二人を丁重に扱っていただいて。何、皇族に留学生ならば礼を尽くすのは当然のことだ。窮屈な思いをさせたのは間違いないだろうかな。公爵のおじさんとずっと一緒よりはマシなような。なるほど、それは確かに。さすがにバラット校が不憫になってくるんだが。改めてよくぞ来た。七組リ屈強なる第四の師団兵たちを超え、無事ここまでたどり着けるとはな。特にエリオット、可愛かったお前のたくましい成長、父としてこれほど嬉しいことはない。後輩たちの前で可愛いとかやめてほしいな。乗り越えるよ、どんな壁でも。僕たち自身が決めたことだから。そうか。かつての戦術教官としても、以前からの知り合いとしても嬉しい限りだ。シバルツァ、ミュラーの弟も迷いを断ち切りつつあるようだな。ええ、多くの人たちが支えてくれたおかげです。その思いに応えるためにも、ここであなたたちを超えてみせます。兄上の盟友にして戦友、攻撃のナイトハルト中佐、未だ未熟な剣ではありますが、届かせてもらいます。クルト君、そうだね、全力でサポートします。上出来だぜ。皆さん、アガットさんも。ミオ・ナイトハルト、あれが獅子神皇帝から脈々と受け継がれてきたものだろう。ええ、新たな七組にも確かに。ならばこちらも全力で応えるべきでしょう。
これが最後の試練だ。今こそ確かめさせてもらうぞ。絶望と破滅に向かいつつある帝国にお主らが示す力と意志を。わかりました。行くぞエリオット。七組としてトーレスとして。うん、奏でてみせる僕たちだけの調べを。リベールにとってもお隣さんだ。問答無用で助太刀させてもらうぜ。百式軍刀術の極み超えさせてもらう。まだまだやり残したこともあるしな。来るがいい。我が息子に若き志士たちよ。こちらも全力で受け止めさせてもらう。せい甘え。俺の番だな。届け先行陣交流。行くぞ。驚くほど。アルゼイドが死ぬ。こいつでしまいにしようぜ。こんなものではない。覚悟はいいか。お返しだ。行くぞ。なかなかの連携だったな。正直やっまだまだこれか。想像以上だ。まさかここまでやるようになったとはな。
ああ、我々の乾杯だろう。新七組も遊撃士も含め、揺るぎなき力と意志を見せてもらった。父さん。リンさん、アガタさん。ティーター、やれやれ、心配させやがって。ハガットさんに言われたくないです。いつもいつも無茶ばっかりして、軍の要塞にまで乗り込んでくるなんて。ハガットさんにもしものことがあったら。無理くらいさせろや。別に一人で来たわけでもねえし、何があってもお前は守る。じいさんたちとの約束でもあるしな。いや、それだけじゃねえか。俺にとってもお前は。分かったさ。アルフィン殿下、遅くなってすみませんでした。いえ、いえ、そんなことをおっしゃらないでください。リーンさんが生きていてくださっただけでも、私、お体は大丈夫なんですか？以前何かを感じましたけど。俺のことは心配には及びません。殿下の周りで起きたことを思えば、比べるべくもないでしょう。大変でしたね、本当に。なのに気丈に頑張っていらしたようだ。誇りに思います。妹の親友として、帝国民として、もちろん俺個人としても。リンさん、もう本当にあなたという人はいつも人のことばかりで、でも雰囲気が変わっても、やっぱりリーンさんはリーンさんですね。こっちの顔が熱くなるっていうか、二人の世界かける2でオーバーフローしてる感じです。見せつけてくれるね。銃剣殿もだんだんさらけ出してきてるというか。エリオット、本当にたくましく成長してくれた。よもやこんなに早くこの父を超える日が来ようとはな。超えただなんて、そんなこと少しも思っちゃいないよ。でも成長できたのはリーンたちと父さんだって。今の僕の足場を作ったのは間違いなくトールズだろうから。いろいろあったけど、士官学院に入れてくれた父さんには感謝してる、今も。エリオット、坊ちゃん。大きくなりましたね。うん、母さんも女神のもとでさぞ喜んでいるであろうな。どうやら終わったみたいね。
ランクアップだね。皇子様からの賜り物だよ。この調子で頑張って。
ームスタート。
ください。
もう一つ、私もやはりそうだったらしい。アリサやエマ、そしておそらくフィーもそうであるように、私もやはり女なのだろう。そなたの前ではどうしようもないくらいに。剣以外でも、どんな手段を使ってでも、そなたをつなぎ止めようとするくらいには。
Thank you.
きです、リンさん。あの2年前のパンタグリュエル、私を解放してくださったあの日から。親友の兄君に対してではなく、エレボニアの公女としてでもなく、一人の娘として、あなたという人、thank you.
ありがとう、リン君。おかげで助かっちゃった。さてと、なんとか解析結果をリベール組やクロスベル組にも届けないとね。Thank you.